うん、今こう後ろでちょっとチャイムが鳴ってるんですけど、あ、はい、うん、これが鳴り終わったらオンエア開始っていうふうなですね、もう始まっちゃいますね、始まっちゃいます始まっちゃう、うひゃーうひゃー、チャイム終わったらね、はい、キムチー、キー、もう一回キムチー、あざっすはい、じゃあ行きましょうか、プロデューサーの急出しより先にやっちゃったけど、まあいいやはい、皆さんこんにちは、アキラのタロットカフェ、お久しぶりでございます。2週間ぶりいいかなということでですね、また始めていきたいと思います。アキラと言いつつも近々名前が変わるんですけども、楽しみ、そうなんです、もうそれはないですけど、もうかわいい、いやいや、かわいい路線ではないんですが、アキーラってなんかそれ違いますねなんかラッセーラみたいなのやめてくださいラッセーラおかしいということでですね、まあ、名前がどうなるかこの番組わかりませんけどもですね、まあ、続けていきたいなと思います。早速なんですけど、大阪よりハイビジョンさんですね、リツイートの方をしてくださいましてありがとうございます、大阪ということでですね、ハイビジョンさんお久しぶりでございます、はい、今、はい、ありがとうございますということでですね、タロットカフェ久々のゲストというところでですね、もう本当に、まあ、僕の自己紹介はもう何もしなくていいと思いますので、今日もですね素敵なゲストさん、お二人来てくださっております、イエーイはい、まあ、いろんなこう肩書きというかですね、いろんなこう、顔を持っていらっしゃる方ですので、まずはお名前から紹介させていただき、そして、まあ、実際何をやられているかというのをですね、その方の口からですね、お聞きするような感じにしましょうかということでですね、僕の方がいまして、そしてお隣ですね、カッチさんですね、はい、そして、いくらさんということで、はい、今日はようこそおいでくださいました、よろしくお願いします。ということで、ユーストリームは初めてですか？初めてです、うん、インターネットテレビということで、はいはい、今世界に配信をされていて、はい、もう見た、うん、皆さん見てるんですよね、そう、皆さん見てるんですよね、見てるはずです、1,2,3,4 人見てるはず生身の生身ですねそうなんですよ、これ見ててですね、Twitter、Facebook、Mixi などで、ログインをするとコメントが入れられるというですね、で大阪のですね、まあ、ハイビジョンというハンドルネームなんですけども、そのハイビジョンさんという方が、早速なんですけど、まあ、これ Facebook か Twitter だと思うんですけど、シェアとか、はい、リツイートをですねしてくださったということで、はい、まあ、こんな感じでコメント、これを見てのコメントですね、はい、もう入ってくるかもしれないし、はい、ということでですね、また録画も残りますので、はい、1時間ほどの番組なんですが、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ということで、まあ、初めてという方も多分いらっしゃると思うので、はい、また録画見られる方もですね、いると思いますので、簡単に自己紹介を一人ずつ、はい、はい、何も考えてなかったです、こちらのカメラで、はい、はい、はい、よろしいでしょうか、もういいですか、はい、はい、お願いしますキラキラワンダーランドという、うん、ちょっとアニメとかのオタクの方が集まるイベントで、ロボットアニメ部を作らせていただいて、その部長をやらせていただいています、うん、カッチです、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。そして、そのロボットアニメ部で一緒に部活をさせていただいてまして、私自身はノスアニというイベントを御殿場で行ってます、うん、いくらです、 DJ です、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。2人とも DJ ということで、もどき、私はもう CD 再生係、いや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 、僕は実は先ほどキラワンダーランド、はい、キラワン、はい、先週ですね、先週ですね、はい、先週第2金曜日です、そうですよね、はい、うん、僕も見に行かせていただいて、はい、うん、楽しかったです、 ありがとうございます、面白かったです、はい、うん、なかなか 見る機会がああいう感じのですね、はい、うん、なくてですね、うん、で途中なんか知ってるアニメとかも出てきたりとかするとちょっと嬉しいな、そうですね、うん、いう感じだったんですけども、はい、いくらさんもそんな感じで、そうですね、アニソンゲーソン
主にアニメなんですけど。ゲイソン。ゲームソング。あ、ゲームソング、はい、はい。ゲイソングじゃないです。ゲイソン。いやいや、ゲイじゃないです。ゲイ。ゲイソン。すぐ返してよ。もう。びっくりした。で、DJ やらせていただいてます。油断しちゃったらあかんね。油断しました。はい。ということでですね、うん、あの今日ちょっといろいろお話を、うん、お聞きしたいなと思うんですが、まずロボ部、はい、ロボ部というのはロボット、そうですね、ロボットアニメを、ロボットアニメ、はい、具体的にはどんなものが、あ、もうロボットが出てくれば、まあ、ドラえもんもロボットアニメですし、あ、うんうん、はい、キテレツ大百科も、まあ、ロボットアニメ、そうですね、ロボットアニメっていう、もう幅広い、はいはい、感じで、はい、ああ、僕の中ではこうガンダムとか、そうですよね、あ、でもマジンガー Z とかもそうですね、古いですね、はい、古いロボットですね、ロボットです、かろうじてわかる、アトムも、はい、ロボットアニメ、ロボットアニメ、うん、うん、他になんか人造人間とまた違うんですよ、またそうですね、そうですよね、うん、人が作ったロボット、人が作ったロボット、ヤッターマンってロボットでしたっけ、犬は、ヤッターマンが乗ってくるから、はい、そうですね、ヤッターワンはロボット、そう、ヤッターマン、キリがなくなってきましたね、あ、でもそんな幅広い感じで、うん、その中でもこう部員さん一人一人が好きなジャンルがもう全然違うんで、その中でこうみんなでこれが流したいとか、はいはい、そういうのお話をして、相談しながら流したりします、はい、キラワンとノスハニ、はい、うん、というなんかイベントというか、なんかこうイベントですよね、はい、うん、いつやられてるんでしたっけ、なんか決まってるんですか、はい、キラワンは、うん、毎月第2金曜日の夜7時半から、うんうん、はい、清水のエスパルスドリームプラザさんの立体駐車場があるところの1階にアックさんっていうライブハウスがあるんです、もしそこが県の中では一番人が入るっていう、はい、はい、そこでやらせていただいてますね、うん、入場無料です、入場無料、はい、でまた飲み物とか結構安いですよね、そうなんですよ、フリードリンクが300円で、うん、アルコールが500円の感じですね、うん、はい、でなんかみんなコスプレを、みんなでもないけど、はい、ですよね、あ、でも最近それこそコスプレをして遊びに、うん、はい、遊んで楽しんでくれる方が増えました、本質もあってね、お、はい、本格的に、そうですね、うん、前になんかこうエヴァンゲリオンの初号機の初号機、はい、もうこうフル装備で来てくれた方とかもいましたね、それ人ですよね、はい、一応人ですね後ろにこういうのも、ね、そうですね、追いましたねそうですね、うん、でまたそのなんていうんですか、役員というかですよね、はい、そこでこう酒出す方とかも、はい、あれもみんなキラワンの関係者というか、そうですね、うん、みんなコスプレしてて、はい、うん、あのバーのカウンターの中で私が好みの女の子を選んで、はい、うん、スカウトしてきて固めてます、はいはい、メイドちゃん、そうですね、普段は本当はメイドバーっていう形で、うん、初期は本当にみんなメイド服を着てたんですけど、うん、うん、そうです、でそれがお帰りなさいませご主人様みたいな、うん、そうですね、もうそれがもう今は変わって、私が着てほしいなっていうコスプレの服をみんなに着ていただいて、あ、じゃあ、あれはカッチさんの趣味、そうですね、完全にもう好き勝手に私がやっていますあの服部さんぜひ、はい、おすすめですよ、いいね、コスプレね、好きでしょ、まあ、嫌いじゃないですよ嫌いな人はいない、あ、そのコスプレで歩いてるし、そうそうなん、いつですか、あ、衣装と違いますよね、コスプレ、あ、衣装なの、衣装、衣装あ、でもそうですね、蝶ネクタイもありますよね、あ、でも明さんとファンデーションのお話したことが、あ、メイクありますね、舞台をやってた関係 で、ね、舞台やってる関係でそんなのもありましたけど、そしてノスアニもそんな感じの、はい、ノスアニはまたちょっと色が違う感じで、うん、意外とちょっとマニアックなアニメとか好きな方が多くて、 DJ の中で幅がなんていうんですかね、ちょっとマニア受けするかな、マニア受け、例えば、はい、あの進撃の巨人ってあるじゃないですか、はい、あれはマニアックではない、流行ってますね、あ、であれはマニアックではない、そこからそこからもう本当に、うん、あの OVA って
ビデオだけしか出てないアニメとかの曲まで流したりとか、あとうちでちょっと他のイベントと違うのは、はい、ゲームソングだけの特化した DJ の方とかもいらして、はいはい、ちょっとやっぱファミコン世代から最近のゲームまで幅広く DJ をやる方がいて、ゲーム好きにはたまらないかもしれないです。ちょっと僕ファミコン世代だからそれはワクワクしそうな。そうですね、昔の本当のファミコンの音源の、はい、うん、ファミコンの音源、はい、あれなんかちょっとなんていうんですか、8ビットっていうか、なんかそう8ビットの、8ビットのちょっとあの普通に聞いてたらちょっとクオリティが低いんじゃないかというような、ファミコンらしさのピコピカ、うん、そのままの曲を流してはい、はい、みんなあの VJ って映像を流す方がいるんですけど、うんうん、それ見て懐かしいとか、うんうん、そういう風に騒いでいただければ。あとあのノスタルジアというバーで行ってるんですけど、うん、はい、御殿場と富士店がありまして、はい、そのバーの、うん、そうですね、店長たちが無限に携わってるので、はい、美味しいお酒がちょっと出せたりとか、自分たちの持っているお店とか自分たちの特技を生かしながらイベントできるのが強みだと思ってます。ノスタルジア、ノスタルジア、はい、御殿場と富士ということで、はい、御殿場と富士にあります、うん、ノスアニは何か定期的に、はい、ノスアニは第一、うん、格付きの、はい、偶数月の第一日曜日の夜、はい、そうですね、大体時間は変動するんですけど、5時ぐらいから12時ぐらいまでの間でやらせていただいてます、はいはい、であと富士店もあるのでそれで変動しながらラウンジをやったりとか、随時イベントも個人でその後、はいはい、うん、その運営の方が別で打ってるイベントとかも発生しているので、どんどんイベントは増えていくと思うので、また何か興味のある人はお調べしてきていただければと思います。じゃあのその偶数月の日曜日、はい、日曜日は絶対に、うん、この時は富士、今月は富士、今月は御殿場とかって、ほとんど大きいイベントは御殿場で行ってまして、うん、ただ次の12月だけは第一が1日2日ぐらいに当たってしまうので、うん、はい、2週目の8日に行うんですけど、8日、はい、はい、うん、どうですか皆さん、8日、はい、お暇な方はぜひよろしくお願いします、はい、行きます。やったー、本当ですね、8日、8日です、はい、8日、うん、なんか、うん、予定がなければ行きたいですね、すごい楽しいです。あ、そうなんですか、はい、うん、それはちょっと有賀さん行きましょう言っちゃった有賀さんとかってわかんないかみんなまあちょっと遡ってお聞きしたいんですけど、もともとはなんかキラワンとかノスアニ、はい、なんかきっかけみたいのって、私はどのぐらいキラワンは立つとかってあるんですか。キラワン自体は、うん、間違ってたらごめんなさい関係者の方まあ大体で多分 3,4 年ぐらい、あ、結構やってだと思うんですけど、はい、どうですかね、長い、どうですかね、どうですかね、ともみさん先輩先輩あ、今ちょっと聞いて見てるかなと思って投げかけてますね、はいはい、うんうん、そうなんですよ、そうですね、今8人見てますけど、あ、結構嬉しいですね、ありがとうございます、ありがとうございます。 3,4 年ということで、なんかやろうと思ったきっかけみたいのは、ま、もうそれこそ身内で、うん、とにかく好きな絵も絵を描けるわけでもなく、うん、はい、なんかすごい特化して技術があるわけでもないから、はい、こう好きにこう、うん、体で表現しようみたいな、そうですね、はい、好きを、うんうん、はい、っていう感じで、うん、はいはい、最初は集まって、うん、はい、あの僕のイメージ最初のキラワンっていうですね、うん、あの、はい、カッチさんと、まあ、元々、まあ、紹介があって、うん、カッチさんとこう、うん、会う機会を設けていただいたというところがあるんですけど、はい、そのキラワンという話を聞いた時に、まあ、ライブハウスでやるで、はい、音楽かけるっていうから、こうなんかクラブみたいなイメージ、はいですね、はい、みんな踊ってるんだろうなっていう、はい、踊ってます、まあまあ踊ってるけど、はい、すごかったです、はい、あのなんていうんですかね、こう、まあ、クラブの踊りをこう想像するとまたちょっと違う、そうですね、うん、激しい、でも一応自称おしゃれイベントです。あ、そうですか、知らなかった、あのまあ、これ別に名前出すわけじゃないからいいんですけども、うんうん、僕がこの間キラワン行って入った時にですよね、はい、まあ、何時頃だったかですよね、まあ、お友達とこう待ち合わせをしてというですね、うん、ことで入ってパッて見た時にですね、こうなんかずらーってこう人が
はい、うつ伏せに寝転がっててです、はい、なんか背筋みたいな運動をしてるす。ああ、しますね。してましたよね、うん、はい、うん、いろいろね、うん、そうなんです。すごいです。どう、うん、そう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 、だから、うん、まあ、それはだから踊りかどうかっていうのはまたその人それぞれ違うから、はい、もうあの体で表現、体で表現です。その体で表現って意味が分かるんですよ。どうぞどうぞ。あ、背筋やったらどうか。じゃあ意味わかんないです。愛情表現、愛情表現、愛情表現。あとは全員で馬跳びしたりします、ね、うん。そうそう、あ、馬跳び。スクワットの、はい、スクワットとか曲に、ね、その曲が流れるともう馬跳び、うん、馬跳びとか決まってるんです。うん、おお、はい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 。そともみんなでこう輪になりながら飛んで、うんうん、また、はいはい、馬になって飛んでみたいな、うんうん、リレーとか縄跳びも、うん、縄跳びとか自転車もしましたね、ライブハウスの中で。そう、自転車も、自転車、自転車こいでこうみんなでこう自転車芸、ね、それはありなんですか。あ、もう全然ありですね。おお、なるほど、はい、うん、まあでもそんなこと言ったら他なのか、あの YMCA とかってみんなこうやってやるじゃないですか、はい、あれと一緒です。あ、それと一緒です、一緒です、一緒です。考え方としてはですね、まあそれがこうなんか、うん、こう踊りに見えるのか、それとも、うんうん、こう表現を、表現、表現ですから、表現ですか、表現ですね、はい、はい、そうですよ、うん、あのですね、うん、椅子の高さ調節した方が、あ、僕が映像見るとなんか、あ、そうか、あ、本当だ、なんか僕がやたら遠いめっちゃ大きいですね多分、多分これで、はい、普通にな、普通にはなってないけど肩幅もうちょっと、もうちょっと、あ、あ、でも最近顔がですねちっちゃくなりましたよね。本当ですか。あ、本当ですか。そうなんですか。すみません、言わ、痩せた顔がちっちゃく見えたらいいじゃん。どういうこと。違う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 、問題、いや、あの痩せたんじゃないんです、実は。よく山内さん、あきらさん痩せたねってよく言われるけど、でもだんだんまず顔を見るからみんな、うん、ですよね。そこでだんだんこうだんだん 下に下がっていけば下がっていくほど、あ、そんなでもなかったみたいなあ、そんなことなかったってごめん勘違いだったっていうですね、うん、これわけがありました。それも違い、そうそうそう、あの最近ですね、なありがとうございます。砂糖式リンパケアというです、ね、あ、うん、そうなんです。あのリフトアップも本当に速攻性があるなんて言ったら怒られちゃうけど、本当にここで5分ぐらいやっただけで全然違っちゃうっていうですね、うん、そんな技術を手に入れまして、すごい、はい、リンパケアのセラピスト、ひっそり教えていただきたい、ね、教えていただきたいですね。あ、ぜひぜひ、うん、ギラワの前日とかにやってもらって、ね、だから僕も今日も朝とか練習も兼ねてですね、うん、自分のセルフケアっていうのでやってるからそういう風に見えるだけで、うんうん、実は体は変わってないって、うんですね、まあ、リンパの流れなので多少は、うん、こう体安定してはいると思うんですけど、うん、まあそれは置いといて今キラワンのお話を、はい、うん、だったんですけども、はい、あ、こんにちは、あら、うん、キラワンのお話をしていいです、はい、松原さん来週ですよね。あ、そうだ、来週ですね。はい、来週です。あ、来週のゲストさんなんですけども。もう出てきちゃう。あれと思って。一週間早めに出ちゃった。一週間早めに。そうそうそう。どうどうの紙袋気になっちゃって。ノスアニもそんな感じなんですか。ノスアニはもうちょっとおしゃれです。え、もうちょっとおしゃれ。そうですね、かける曲もやっぱキラワンさんとまた色がちょっと違って、うちはどちらかといえばクラブ寄りで、はい、で、やっぱそうですね、元が音響とか照明とか好きな方が集まってる、はい、いるのもあって、はいはい、ちょっとなんかミラーボールがテカテカしてとか、でもまあ来てる方は皆さん同じ感じなんで、うん、はい、面白いその踊りをする方もいれば、うん、ゆっくりお酒飲む方もいて、はい、はいはいはい、ちょっとバーで踊って楽しもうみたいな感じのイベントになります、うん、ゲームの、はい、音で、音でというか音楽で踊る、はい、踊りますね、うん、それこそもう有名なところだ ところ、はい、マリオとか、はい、スーパーマリオ、スーパーマリオとか、はい、ぷよぷよ、うん、カービィとか、うん、カービィ、はい、子供もできるゲームからもう大人が難しくて頑張って苦戦するようなゲームまで幅広く、はい、アニメも本当に
80年90年の昔のものから最近のものまで、人によってかけ分けて、はい、で、のすわにさんはどのぐらい、はい、うちはもうまだもうキラワンさん大先輩なんでね、うちまだ1年半ぐらいですか、ね、うんうん、はい、はい、始めて間もない、うん、きっかけみたいのはキラワンさんを見てとかそんなって、そうですね、いろいろそういうイベントもあるのも知ったのも最近で、うんうんうん、はい、私たちあの東京に秋葉原にモグラというクラブイベントがあって、はい、そこがやっぱりアニメとかだけの特化したクラブハウス、はい、うんうん、クラブなんですけど、はい、そこに行った時に影響を受けまして、うん、DJ を始めたいという方が集まって、はい、できたんですけど、うん、それを静岡で作るにあたって、はい、いろいろ調べたところキラワンさんとかを見つけて仲良くなろうと思って行って知り合ったのがきっかけです。あ、そうなんですね、はい、うん、面白いですね。あの、そうこうしてる間に大阪からまた、今日大阪多いですね、なんか大阪ののりさんというですね、はい、まあ、おじさんがいるんですけども、はい、うん、まあ、こういう感じでユーストリームの配信をしてる方でですね、うん、もう本当に全国のアーティストさんとか、はい、いろんな方を応援している方が今見てくださってですね、こんにちは、あれ、また巨大なアキラさんに、巨大なアキラさんお可愛いゲストがお二人もとかですね、いう形で、うん、うん、カッチさんはフェイスブックやってあ、はい、らっしゃる。いくらさんはやってます。あ、本当ですか、はい、うん、このノリさんがですね、はい、作ってるグループというのが、うんうん、ノリノリファンファンというグループがあるんですけども、うんうん、全国のアーティストさんとかいろんな方とそのファンとこうつなぐ、うん、そんなフェイスブックグループをやっていて、もう告知も自由にできるというですね、うん、僕もよく投稿させていただいてるんですけども、うん、のりさんが OK って言えば、あとご迷惑でなければグループに入れさせていただけたらと思うんです、はい、うん、面白い人いっぱいいるので、うん、はい、まあ、こうやっていろんな人を、はい、入れてるんですけども、はい、うん、これ面白くないな、え、面白くない、あ、そうですね、うん、この方ではよろしい。ゲストにおじさんって紹介するなとかってこうやってこう聞いてるんですよね、こう聞いててこうやってコメントを残してるような感じなんです。すごいですよ、 のりさんって方も番組をやってる方なんですけども、うん、ユーストリームやる方ってのは面白いおじさんばっかりいるからって言ってですね、うん、僕36歳なんですけども、うん、36はおじさんじゃないですよって何回もこう書いたんですけど、何回もこう無視されかけてですね、うん、っていうちょっとそんなくだりがあったので、うん、だから僕は今のりさんのことをおじさんって言ったんですけども、うん、36って近いですね、うん、おじさん、おっちゃん、おっちゃん36、おっちゃんいうと関西でしょ、ヨーロッパで、おっさんいうと怒るけど、おっちゃんいうとは OK、うん、いや、まだ36はいいじゃないですか、十分もおっちゃん、お兄さん、お兄さん、まあ、お兄さんはちょっと無理やるわ。ダメっすかね、飲み合いだとお兄さんダメけど、うん、そう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 、うん、じゃあいいじゃないですか。ダメですか、20代まででしょ。いや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 、偽装、偽装、偽装、年齢偽装、いやいや、年齢36って言ってるから偽装じゃないじゃないですか。本当はいくつなんですか。いや、本当36。そう言っても質問来るしょ、はい、正直言ったわ、バナメエビです、はいはい、いや、どう見てもどう見てもっていうかなかなかこれで40っていなくないですか。いや、40でも、うん、優勝、うん、あー、若いですね、若いですね、ほらほらほら40どうやん、通ってるってことやから、ね、そうですか、あ、ありといえばありだし、まあ、みたいな、そうですね、うん、まあ、おじさんではないと思ってるんですけどね。いや、よってやつ、そういう問題じゃなくて、いやいや、それ嫌です。あと4年はお兄さん、なった瞬間にじゃあもう
称号が。あ、それも嫌ですね。それもちょっと。タロットカフェいいな。あ、いいですね。すごいもう、もうなんかすごい辛辣な意見平気で言ってきて、ね、親父だからいいやみたいな。あんたやめときなよもうそんな男はとか。その路線ですか。ズバリ言うわよって。いいですね。キャラもキャラ、あのタロットバーじゃなくてタロット居酒屋になりますね。タロット居酒屋ですよね。ホルモン途中でキムチ食べてビール飲みながらもうバーボン消えましたね。バーボンだ。焼酎か演歌ね。演歌でカラオケを入れないと。そうですね、カラオケいいですね。入れてください。じゃあちょっとカラオケ探しましょう。あの焼肉屋さんなんですよ。コーラクというですね、はい、どっかで聞いたことあるような名前の、はい、ラーメンはちょっと、あー、あー、なるほど。でも幸楽ラーメンってあるんですよ。あ、そうなんですね。うちが最初って言い張っております。うちが最初。どっかで聞いたような名前を聞いたことがでも値段が290円じゃないっていう。そうね、さんっていう方ですね。面白い方なんですけど、また失礼なことをですね言ったりとかってですね、あのこの前大阪の通天閣新世界の串カツをあきらさんが食べ尽くしました。それでまた嫌い。うまいですよ。大阪行かれたことありますか。ライブに行くぐらい、はい、はい、私あのロックも好きで、ロック、はいはいはい、ロック、うん、追っかけに大阪までとか。 あ、 そうです。、うん、あの串カツっていう結構有名なす、ね、うん、ですね、うん、そうのりさんって方に新世界を案内してもらったことがありましてですね、うん、っていう感じなんですけども、そう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 、うん、なんですよ。なんでそんな話になった。おじさんから串カツまで、はい、いいですね、うん、あ、そうそう、それで、まあ、DJ という話ですね、はい、あの素朴な疑問なんですけど、はい、DJ ってどうやったらなれる。 DJ ですって言い張ればもう、ああ、占い師みたいな。自称、自称です。そうですね、はい、うん、あ、得意一番。え、自称が得意。あ、そうですね、はい、自称、自称、すいません、自称です。え、でもそうなんですね、はい、もう機材買って、はい、機材、うん、機材を用意して、もう DJ ですって言えばもう、うん、私持ってなくても、あ、もうできる。口だけ先に。でも結構その揃えてる曲とか、うん、すごいこだわりがというかですよね、はい、あるんですよね。ちょっと気にしたんですけど、本当、うん、好きな、うん、曲で、うん、って感じですよね、はいはい、家にある CD とか、うんうん、そうそう、その話もこの間ちょっとお聞きしたんですけど、 CD を買うというか揃えるんですよね、はい、うん、こうなんかツタヤとかね、役とかじゃなくて、あ、私でももう原版を買って、うん、そうそうそう、なんかその話聞いたんですよ。今のは買わないと、もう並べてるのがもう好きなんで、はい、はい、あとアニメとかは、うん、その時に買わないとなくなっちゃうんですよ、そのアニメが終わってしまうと音源が、はいはい、なのでその時に欲しいものを買って持ってるのが大切なんですかね。じゃあ、まあ YouTube とかでちょっと撮っちゃうっていうのはなしみたいですね。そうですね、ダメですね。そうはやっぱ愛がやっぱり、愛が愛も足らないし、うん、音も劣化してしまうので、やっぱ原版が一番音がいいので、うん、なるべくいい音で皆さんに聞かせたいので、はいはい、うんうん、買ってる人多いですね。多いです、多いですね、ほとんどの方が、うんうんうん、え、何枚ぐらいあるんですか。何枚なんてもんじゃないんですけど、もうそうですね、うん、もう本当に多い人は、はい、あ、でももう本当にたくさんあって、ピンからキリだとは思うんですけど、うん、人にもよりますけど、はい、うん、お互い何枚くらいとかって、え、わかんないです、わかんない、もうそんだけいっぱいあるってことです。見つけたらもう買っちゃうんで、あ、はいはいはい、でもこう本棚が、うん、これぐらいの本棚があるんですけど、うん、結構もうかなり埋め尽く、はい、うんうんうん、すぐらいは買っちゃって、はい、うん、てます、うん、じゃあレコード屋さんで見つけて、あ、これいいなと思ったら買ってるような、うん、はい、懐かしい、うん、中古屋さんとか、うんうん、ありますよね、あ
今日も行ってきてね、うん、一緒に行ってきました、はい、うん、いいですよ。なんか僕も結構衝動買いが、うん、ちょっと一緒にされたら一緒にするなって感じかもしれないですけど、しちゃいますよ。でもありますね、うっかり、うん、どんどん入れを救わないと、うん、ここで一緒にすな、一緒にすな、すいません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 、すい、え、占い師さんなんですかみたいなですね、もう明らかにこう目がこんななってですね、もうなんか悪意のある感じなんですけども、うん、CD レコードとかは、レコードものりさんが CD じゃなくレコードですかみたいなですね、レコードもあります、はい、あるんですね、あの昔の80年ぐらいのアニメだとレコードで出てる音源もあって、はい、80年のアニメっていうと80年、90年タイガーマスクみたいなとか、宇宙戦艦ヤマト、もっと前ですか、ヤマトとか、あーヤマト、70年、80年、はい、うん、スリーナイン、あーありますね、あと、うん、私好きなのがルパンとかコナンとか、あコナンじゃない、コブラ、コブラ見つけた時興奮しましたね、はい、はい、途中から聞いたらなんか、うん、コブラ見つけた時興奮しましたね、なんかすいません、行くのどこ行ったの、宇宙モノロボモノ、そうですね、片っぽでこっち、そうですね、そっちの趣味使ってないから大丈夫ですいや今ふと思ったんですけどコブラ、コブラ、コブラ、うん、知ってますよコブラって、うん、そうですよね、え、レコード スーパージェッターって知ってますか、スーパージェッター、のりさんがスーパージェッターと、あ、そうなんですかすごいです、さすが同年代、あ、のりさんと僕との年代か、俺そんなおっちゃんちゃうからいやいやいや、せやなおっちゃん、うわ、さすが切り返しますさすがですね DJ だけ、うん、そうなんですねあ、もうのりさんがいろいろ書いてくださったですね、鉄人28号とかですね、はい、あ、28号、うん、エイトマン、うん、ありますね、デビルマンとか、うん、そうですね、アニソンとか結構いいですよね、そうですね、僕も、まあ、こう見えても歌とかも歌うんですけど、うんうん、自称歌手だから、自称あの結構アニメソングとか歌いたいのいっぱいですよ、あヤマトとか歌いたいです、うん、さらば地球よってですね、うん、あちらにもいますけど歌手はですね、ジュディも歌ったよね、確かジュディ、あ、沢田研二、うん、はい、そう、ヤマトもない、ヤマト歌ってたよ確か、うん、うん、いいですよね、うん、生とかですよね、うん、冗談で言ったんですけど生演奏でこうなんかキラワンとかですやります、演者が必要です、あ、演者、ここに僕とあちらにもあ、じゃあクラシック歌手がいますけど、はい、はい、だそうです、うん、演者がいるそうです、でも本当こういうノリでポン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 、じゃあやろうみたいな感じで決まったので、あ、本当ですか、はい、はい、はい、うん、またちょっとコミュニティにあげますので、うん、あの結構アニメソングからゲームのソングからですね、うん、結構かっこいいのっていっぱいあるの、ありますね、うん、いいな、歌いたいなって、あります、ものによりますけど、うん、なんか主題歌っていう形で、うん、あります、あります、あったり、うん、ゲーム全然知らないから、あ、どんなのが有名なんですか、有名ゲームソング、あ、でもマリオとかファイナルファンタジー、うん、ファイナルファンタジーの8ぐらいから、はい、あの要は技術とか、今ファミコンってなかなかこう声まで BGM で入れられなかったじゃないですか、入れられなかったんですよ、そこがこうプレイステーションとかなんかだんだん技術が上がってきて、
途中 BGM に歌が入ってくるようになってキャラ喋ります今、うん、そうですね、はい、うん、映画みたいな感じで進めてきます、うん、そう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 、うん、敵のロボがかっこよくてね、うん、あの結構ファイナルファンタジー7の一番最後のですね、はい、セフィロスってあの、あ、うん、あの歌は結構ですね、なんかオペラっぽいですよね、うん、そうそうそう、あれで、はい、実際にこう演奏会とかで、うん、こう合唱がいてですね、すごいっていうこともあったりとかあるんですよ、うん、そうなんです、ゲームソング、うんうん、そうそう、オペラって言ったらまたファイナルファンタジー6の実際オペラが出てくるんですけど、ありますね、オペラの舞台、うん、あれもちゃんと演奏会形式でこう歌ってる人がいてっていうので、うん、ちゃんとこうクラシックのコンサートでやってる人もいる、うん、YouTube にあるんですよ、見てみます、うんうん、そうなんですよ、うん、でなんか今日キラワンとかそういうですね、関係のお話ばっかりで、なんか他にもいろいろ聞きたいことがあるんですけども、うんうん、ですよね、もう時間がないって感じですね、うん、そうなんです、あのこの番組アキラのタロットカフェっていう言うんですよ、うん、たまになんか忘れてる人がいるんですけど、はい、うん、そうなんです、後半はご興味があるようでしたら、はい、公開になります、興味ないとおもろい、落ち込むから、あ、それはちょっと辛いですね、それはそれはちょっと辛いですね、お断りします、はいはい、まあまあ、 あの似たようなことはありましたけど過去、あ、過去にあのこう散々占った挙句こうなんか文句言われたとかですあのあのタロットカフェ始まって第1回か第2回第3回とかそのぐらいの時、特定できちゃいますねその放送じゃ、うん、あ、もうそれないです、カットされちゃって、あの30、まあ、1時間番組になったばっかりぐらいの時、うん、はい、うん、ですよね、前半そんなことがあって、うん、で後半にまたちょっと違う人がゲストに入ってきたので、はい、そこ前半カットして後半から始まるっていう、そういう録画があるんですよ、なんか不自然な始まり方をしているーコーナーがあってですね、なんかもしかしたらこう見透かされたくないものを見えてしまったとかかもしれないですね、私もちょっとやましいことないかなとか思って、ちょっと今心清めとかない今ちょっと心配してますね、はい、これからちょっと表情をもうしっかりとかない、そうですね、うん、今痛いとこ疲れたみたいなやばい、はい、あ、ありがとうございます、うん、そうです、コメントをちょっと見てみましょうか、はい、のりさんですね、遅れて入ったので何をされるゲストさんか未だに分かっておりませんということで、あ、のりさん DJ さんです、はい、とかいろいろありますもんね、そうですね、 DJ とかあと何でしたっけ、レースじゃなくて、はい、サキット、車が好きですね、はい、ドリフトとかしちゃう感じすいません、あんまり知らないのでなんか言って教えていただいていいですか、とりあえず、うん、キラワンというイベントで、うん、はい、アニメソングとか、うん、流れるようなイベントで、うん、こうスタッフをさせていただいてます、うん、はい、はい、でちょっと音楽を再生したり、はい、そんな感じですね、はい、カッチさんと、はい、カッチと申します、はい、そしてイクラさん、はい、イクラです、はい、DJ さん、私も DJ です DJ さんロボ部です、ロボ部、はい、2人でロボットアニメをめでる会、はい、めでる会を、ロボットをめでる会をしてます、してます、めでる、また難しい言葉をですね、はい、愛を知ってます、あ、そうです、はい、一応聞いてみたわけです、あれもしかして知らなかった、わかります、ね、見た目より年取ってるんですか、私もいや僕何も言ってないですよツッコめなかった、すいません自分で痛いと思っちゃう、はい、アキラさん大阪で人気ありましたね、タロット占いでということでありがとうございます、この間大阪京都でおかげさまでデビューしてまいりました、うん、はい、なんですが、そんなタロット占いですが、はい、お一人ずつどうでしょうか、はい、はいはい、何か占いたいことというのはどうですか、皆さん何をよく占われますか、うん、恋愛とか恋愛とか恋愛とかやっぱそこですかねあ、いやいやいや、健康とかなんかいろいろ仕事とか、
こうイベントとかなんかいろいろ全般的にとかです、ね、今後は突き進むだけなんで、ね、キラワンはねもう、うん、なるようになるしか、うん、じゃあカッチさんからいきましょう、はい、どんなことを、じゃあもう普通にリアルに生活の、生活、うん、これからの生活、うんうんとか漠然とした感じで大丈夫ですか、うん、漠然とした感じで大丈夫です、はい、じゃあ生活ってことですね、最近この音でみんなこうやって手を合わせて拝むんですよ違うんですけどね違うんですけどねちょっと日本人のあの仏を敬う心が自然の心ですか出ちゃいますねちょっと違うんですけどねはい、じゃあ3枚ですねカードをこの中でどれでも結構ですので、はい、引いていただけたらなと思いますが、はい、うんはいはい、ありがとうございます。あ、じゃあちょっとこういうふうにですねさせていただきまして、今こちらが上下上下上下というふうにですねなっております、はい、向きを変えたいとかとなんかこういうふうにこうやってひっくり返したいとかっていうのがもしこの中で終わりでしたら大丈夫ですか。大丈夫です。このままでいいですか。はい、はい、ではいきましょう。生活、はい、ということでみんな羽入ってるんですね。あ、これはエンジェルタロットカードといいまして、まあ、みんな天使なんですね、うん、はい、のりさん DJ のお二人をあきらさんはどこで口説いたんやろということですが、別に口説いてはおりません、うん、さてじゃあ道端です。そうそう道端、キャッチしちゃったみたいな。箱に入ってました。拾われて、うん、はい、まあこういう3枚のカードですね、うん、ありまして、うん、もうまあ一言で言うとやりたいように、はい、どんどんやっていっていいですよ。本当ですか、いいんですか、うん、そんな感じです。一言で言うとですね、はい、うん、で、まあ、カッチさん自身こちら女帝というカード、女帝、うん、女帝って言うのかな、ちょっと女帝です私、イエイ女帝です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まさにそういうなんかリーダーとかですね、はい、というふうな、うん、こうなんか自分がリーダーになってどんどんいろんなものを決めていったりやっていったりとかですね、はい、まあ、そういうところがすごく合ってるのかなっていうのが、はい、うん、そんなイメージいいですね、うん、いいと思います。で戦車、戦車、うん、こう馬がまさにこう突き進んでるようなですね、はい、戦車、まさにこう、うん、こうどんどん突き進んでいく必要があるのかなというところとですね、はいはい、あと、うん、これ女性の教皇というです、はい、女法王というですね、はい、カードなんですが逆さまを向いている、はい、うん、というところで、これってですね、まあ、本があるようにちょっと落ち着いて、うん、はい、情報収集したりとか勉強したりとかしていくのも大事ですよっていう、はい、うん、ところではあるんですが、はい、逆さまを向いているとそれは反対なんですね、はい、もう立ち止まらず、あ、もうどんどん何も考えるなっていうことですね。すぐ、はい、非常にこう運気という意味では非常にいいものが、うん、じゃあ欲望のままに突き進んで、そういうことです、だそうです、はい、部長についてきます、うん、欲望のままに突き進みます、はい、うん、そう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 、でそれとともに、はい、まあ、気をつけることというと、はい、まさにこの戦車の通りなんですけども、はい、下を見るとちょっともやがかかっていて見えにくいというですね、はい、うん、ところがあるのでちょっと周りが見えにくくなりやすい、うん、まあ、スピードがすごいあるからこそなんですが、はい、うん、なので、ちょっと細かいところも少しずつ少しずつでいいので気にしつつも進んでいくような、はい、うん、っていうところを、はい、ちょっと気をつけていただけたら、はい、もう完璧にいいと思います、はい、かしこまりました、はい、もう女帝が全て、はい、すごい、女帝、はい、うん、女帝です、女帝、はい、女帝って呼ぼう女帝 DJ とかってのりさんが DJ 女帝、 DJ 女帝、 DJ 女帝、いいですね、なんか DJ なんか名前変えようかな変えます、僕も変えるからいいな、みんなで変えようDJ 女帝、 DJ 女帝いいですね、はい、という形で、はい、ではいくらさん、はい、行きましょうか、どうしましょうか、はい、どうしようかな、うん、私のさにまだ始まって間もないんでイベントのことを、うん、じゃあ、はい、わかりました、ではちょっと準備を、ドキ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 、どうしよう、みんなの目しょっちゃった大丈夫です、僕ズバリ言うわよって占い師じゃないので、
はい、いいことはズバリ言いますけど。あ、言ってください、はい、大丈夫。これって浄化の道具なんですよ。うん、拝むわけじゃないんです。拝むものではない。まあ拝んでもいいんですけど、拝む道具ではございませんので、ちょっとカッチさんの思いとかちょっとそれが入ってますので、ちょっと断ち切るようなイメージなんですね。はい、まあ拝まれたら拝まれたらちょっと嬉しいんですけど。はい、じゃあまずはこの中から3枚ですね。カードを引いて、ちょっと手に持っていていただけたらなと思います。はい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと持って、あ、そちらでいいですよ。こちらで。はい、じゃあちょっとこちらだけ回収させていただいて。このまま並べればいいですか？そうですね、並べていただいて、今いくらさんから見てこちら上下上下上下というふうにですね、はい、なっております。そして、まあ、あの向きを例えばこういうふうに変えたいとかそのままとかですね、もし何かありましたら。遠慮なくそのままで、そのままでいいですか、はい、はい、ありがとうございます。では、うん、かっこいいのが出た、はい、マジック・ザ・ギャザリングみたいな。かっこいい、うん、はい、ですね、まずこちらですね、ラバーズというカード、うん、まあ、逆さま向いているものの、これですね、まあ、イベントであったりとかそういう場合は、はい、あのキーワードは仲間というですね、はい、うん、まあ、今も十分大切にされていると思うんですけども、今以上にこう大切に、まあ、できるだけこう、まあ、一人でやれるところもいいんですけども、まあ、あのいろんな人の力を借りて、やっていく、うん、とともにこうです、ね、お互い助け合いというこういう気持ちでですね、意識してやっていくと、より一層このラバーズというのは際立っていくのかなと。いうふうに思います、うん、とともに先ほどのカードでもあります。あ、本だ、本、そうです、情報集めとかですね、はい、うん、またちょっとご自分が持っている音の数、曲とかですよね、はい、まあ、そういうのを見ながらですよね、うん、またなんか新しいものないかなとか、うん、今あるものでもこれ使ってみようかな、こっちもこれとこれ合わせたらどうかなっていうところ、うん、またちょっと改めてそういうところ、うん、常にこう試行錯誤という、はい、うん、ところもこう意識して、生きつつですね、そして最後ですね、リリースというふうに言います。リリースというのは手放すとかですね、はい、あとはこう自分の持っているものをいろんなところに発信していく、うん、例えば宣伝であったりとか、うん、もう、まあ、今もやられてると思うんですけど、はい、もっとこう積極的に、うん、こう自分はこういうことをやってるんだよっていうですね、いわゆる自己主張のところですね、はい、より一層こう強く持っていくと、うん、するとですね、どんどんこう大きなものに大きくさらに充実したものにですねなっていくのかなというふうにですね、はい、思うので、まあ、これがあるということは、まあ、突き進むって意味でもいいと思います、うん、突き進みつつももうちょっとやりすぎというぐらいでも自分がこうやってるよっていうところをですね、いろんな人にアピールをしていく、うん、今日話してるみたいな、そうね、そうですね、しましょう、はい、いいタイミング、うん、と思いますので、はい、もうお二人ともぜひ突き進んでいただいて、はい、ですね、女帝ですからね、女帝ですから、ね、はい、いいですね、うん、でこちらも女帝というか法王なんです。女帝と法王。DJ 法王。かっこいい。すごい。すごい。いうですね。すごいですね。強そう。人が、うん。という感じなので、はい、うん、ぜひお二人ともこう突き進んで、はい、ですね。はい、うん、あの、うん、まさに静岡のキラワン、そして。御殿場富士の野さんみたいなですね、はい、感じでこう静岡を一気に盛り上げていくと言っていただけたらかななんてですね、はい、思います、はい、びっくりした今中指立てるのかと思ったまさかのタロットカフェで放送事故っていうか中指立てるのモザイクモザイクだけだいきなりこんなのってやつ焦ったタロットカフェですね、今2年ちょっと経って2年半経つんですけど、もう初めてビッ、はい、初めて今ゾビックッと出入禁止になっちゃいました、ね、放送事故びっくりした、最後の最後にいやいやもう素晴らしいです、もう2人ともですね、
ありがとうございます。受けていただきまして。はい。うん、はい、ということで、うん、のりちゃんが2人寄ったら怖いものなしやねという。あ、ね、そうですね。ロボ部の繁栄に。はい。はい、なぎ倒していきます。はい、蹴散らして、ありとあらゆるものを。はい、いいですね。王と女性が、はい、二大巨頭というかですね。はい、うん、何の巨頭？東の方王。東の方王。中部の女帝。女帝。西の魔女を探しに。西の魔女を探しに。西の魔女ですね。うん、募集してます。ぜひこっちの、はい、西の魔女募集中です。西の魔女、焼津とか、まあ、浜松までのいい、うん、西、あ、魔男、魔男、あ、てか僕西じゃないですから、ね、僕静岡市ですからね、家たまに順番で言うと西やん、うん、で、まあまあまあ、でも、まあ、もうちょっとなんかないですか西の魔術師とかなんかあるじゃないですか魔術師、マジシャン、マジシャン、自称マジシャン、自称マジシャン、めちゃめちゃ怪しいやん怪しいってあのよく僕マジシャンに間違えられるんですよ。マジシャンっぽいですね。そうそうそう、こんなこんな名刺のですよね、はい、マジシャンっぽいですね。マジシャンっぽいあのよく間違え、藤井明はいはいあ、はい、りょうこさんってご存知ですか。あ、りょうこちゃん、お友達です。あ、休憩入ってやっと見れましたっていうことで、はい、コメントで、はい、りょうこちゃん、はい、頑張ってるよ、はい、チューブの女帝でしたっけ。チューブの女帝と東の方王ということでですね、今日名前が来ます。よろしくお願いします。はい、で、西は分かんないけど西募集中、西募集中いや、多分西、そんなこと言うとまた僕が焼津に住んでると勘違いされるじゃないですか。そうなんです、タロットカフェやってるとですね、僕が焼津の出身じゃないかって思い込んでる方が結構いらっしゃってですね、あの逆にアキラさん静岡市っていう、のでこうびっくりされる方多いんですよ。あれ焼津じゃなかったんですかそんなことないですあのなんですけど、まあ嬉しいことでは、本当は静岡、まあ、何が本当か分かんないですけど本当いくつなんですか。本当は僕お若く見えますね。ありがとうございます。お若く見えますね、はい、え、36より違うんですよ、本当にこれリフトアップがですね、すごいですよ。それは何だっけ、何でしたっけ、ウェイトリフティングそこまで上げなくても顔だけでいいんです、顔だけで、うん、そうそうそう、あのすごいですよ、うん、30分3000円、どっかで聞いたことあるな、うん、あの、あ、カズさんっていう、はい、カメラマンの渡辺和也さんとかって、ね、こんばんはということで、いつもこの辺で写真撮ってるんですけど、あ、そうなんです、はい、こんばんは、こんばんは、昨日はお疲れ様でした、うん、ちょっと野暮用で2人でちょっと会ってたんです、うん、2人でちょっと会ったみたい盗撮、あ、盗撮されたうん、写真撮ってくれなかったですね。昨日ゆるキャラ祭りってのがあったんですよ、はい、うん、ゆるキャラやったのいやいや、僕はゆるキャラ、タロットマン、肩書きが増えましたあの結構子供さんの中では、うんうん、こうゆるキャラだと思ってる人はいるみたいでさあゆるキャラ来たみたいな感じなんですか。そうだ、アキラだみたいな感じ蹴られたりします、ね、蹴られたり着ぐるみ扱いじゃないですか。そんと、そんと着ぐるみ扱い。アキラさん、もしかしたらこう中に人が、チラッがついてるいるかもしれないですね、うん、そうですね、まあそういうのもいいですよね。子供さんにやっぱりいやいやいやさあさあ、何服着てるからね、あ、上着脱いだら、はい、あ、キラワンのスアニのハッシュタグをつけてくださって、あ、イズアンさ ん, ズアンさん、ありがとう、あ、ありがとうございます。え、もしかして僕も会ったことある方ですか。あ、でも多分会場では前回来てくれてたんで、うん、はいはい、実はあ、キラワンのよく来てくれる若い、お客さん、お客さんです。あ、そうなんですね、ありがとうございます、ね、うん、先週もノスタルジア富士で、はい、うん、会いました。どんな格好されてたとかっていうのは。私服ですよ、私服、伊沢くんね。ああ、そうなんですね、うん、ありがとうございます、笑ってるってこと、うん、
あ、やすけさん、やすけくん、はい、ありがとうございます。富士のす勢ですね。はい、はい、ああ、のすあに勢。あと5分で終わりなんですが、またドドドドってきました。なんか嬉しい、はい、ね、のすあにキラワンから来てくれて、ありがとうございます。ただいま同時視聴者11名ということでですね、はい、結構見てくださって、おりますが、ありがとうございます。あと5分で、はい、タロットカフェの方、はい、終わりになってしまうんですが、うん、何か、はい、告知を、どうぞ。告知タイムという、はい、キラワンから、はい、あのキラキラワンダーランド、はい、毎月第2金曜日、次が12月の13日、うん、はい、ドリームプラザ、エスパルスドリームプラザ清水の、はい、立体駐車場の1階のアークさんでやってます、うん、はい、入場無料です、はい、で今度私たち2人でロボットアニメをテーマにして DJ をやらせていただきます、ロボットアニメの曲だけの DJ を、はい、2人で、はい、やるのでよろしくお願いします。7時半から7時半から、はい、おすすめです。はい、はい、もうスワニ、うん、映るかしら。あ、映ってる。あ、映ってます、映ってます。はい、次回が、12月8日日曜日にやります。うん、でこちら、ごテーマのノスタルジア、駅から全力疾走で1分。はい、普通に笑っちゃった。走ってください。はい、駅から。改札から改札から全力疾走で1分歩いて5分ぐらいですかね。歩いて5分、はい、全力疾走で頑張れば、はい、はい、全力疾走で行くとなんか1分なんかあの測った方がいらっしゃるんですけど、はい、ノスタルジアで島田駅からスキップでとかって方もいらっしゃるんですけど、あ、本当に、うん、スキップで90何歩とかって方もで、この日はちょっと私たち運営陣の他に、はい、あの西の、うん、西のボスの松さんという方が、西の魔女、西の魔女、魔女、西の松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 が、西の松、はい、ゲストで呼びました。あとあの西の松です、西の松です、西の松です。あと東京からあの、はい、私たちのそのイベントを始めるきっかけになった DJ さんですね、うん、はい、後藤様という、ちょっとあの東京ゲームショーとか大きいところでも活動したことのある方がいらっしゃるんですけど、ゲストで呼び、はい、呼んだのでぜひ、そうなんですか、はい、興味のある方はいらしてください、うん、12月8日ということで、はい、西もできたね、西の松が、西の松が東の方に中部の女帝、女帝、西の松、はい、西の松、松さんだけ名前だねそうなんですね、はい、うん、なんか、はい、あ、どうぞ、はいはい、あと、うん、まだあの日程は決まってないんですけど、はい、来年の春頃に、うん、それこそ私たちキラキラワンダーランドと、はいはい、ノスガニの女の子たちで、うん、だけで集まって、はい、女の子たちの主催のイベントをやりたいなという、はいはい、うん、ノスキラガールズサイド、かっこ仮名で、仮名で、仮で、うん、女性から男性をもてなすイベントみたいな感じで、あ、はいはい、はい、うん、はい、でちょっと女の子だけでこう、はい、DJ スタッフ、うん、VJ というのもやりたいなと思っているので、はいはい、はい、またそれも決まり次第、ホームページとか、なんかまだ全然なので、決まり次第どんどん告知をしていくので、うん、お互いのウェブページなので、ウェブページの、はい、更新していくと思います、うん、はい、よろしくお願いします、はい、やすけさんですか、はい、ハップ、ハップ、ハップってなんかハップが、そうです、あの浜松の西の松、ああ、はいはい、なるほど、松、松、松読んでる、松さんごめんなさい、松さんごめんなさいあのもう本当にまだ続けてたいぐらいなんですが、はい、もう30分からですね、はい、番組がまた別の番組がありますので、ちょっと、はい、そろそろですね、はい、お開きというかそろそろ終わりにしたいと思うんですが、はい、いかがでしたか今日、はい、タロットカフェ楽しかったです。本当ですか、はい、あの女帝という肩書きがついたので、もう好き放題できるかなって、はい、これからは違った女帝と呼んでいただいて、うん、はい、あ、ぜひぜひ女帝、そして鳳凰というですねということでですね、アキラのタロットカフェ、ここまでということでですね、はい、来週はオペラディファミユというオペラ団体というかですね、はい、まあちらにいらっしゃるんですが、はい、12月1日に天国と地獄というですね、まあ、オペラというかオペレットというか、舞台がですね、はい、静岡の AOI であるんですが、その PR ということでですね、はい、演者さんが来てくださると思いますので、また来週もご覧いただけたらなというふうに思います。ということで、アキラのタロットカフェですね、今日は DJ の
カッチさん、そしてイクラさんにですね、はい、お越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。では皆さん、タロットカフェはここまでということで、はい、皆さんチャンネルはそのままで、そのままで、そのままで、次はマイミンの綺麗になりたいという、あちらのバスナでは皆さん、また来週お会いしましょう。おじさんおばさんだよ。ありがとうございます。ありがとうございました。告知させていただいて、占ってもいただいて嬉しいな。嬉しい。あ、服部さん、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、時間が本当に良かった。連絡しますか。僕のメッセージを送ります。